その時のあれだと思いますよ。また今日のテーマなんだろう、今の自分実力的に今やってももしかしたらうまくいかなかったかもしれないっていう方例はプラスに取ります、うん、そうだよね。だから そういうのも知らない自分だったから今回は運が悪いっていうよりはもうそういうものに流れに絶対なる流れだったんだっていう、確かにやる前にやって大きい失敗したかもしれないしもしかしたら、うん、っていう、まあ逆を言えば大チャンスだったかもしれないしっていう、それは分かんないですね。この後の流れじゃないですか。学んだよ、いやいや、ラジオ始まる前だけど、あと1分です、はい、なんだこれ。あ、壊れてるの。壊れてるんですよ。お、小猿さんもいる。あー、今日30分お休み、残念。休み、久しぶりだな、30分休みの時にいるの俺。はい、ヒロキがいないって本当にあれよね、サンチェスさんの名前ヒロキってすごいよね、冷静に思う。あと10秒、うん、ひとみん、FM ギノワンのパンドラの箱。さあ今週も始まりました。ひょんなことから映像制作会社 ABIC で知り合った4人のメンバーがお届けするドタバタトークバラエティー、びっくりラジオ。この放送は毎度おなじみバナとヒタミンと今日はタカミンの3人でお送りいたします。ということで、ちょっとサンチェスさんは仕事の関係で、うん、ちょっと今日はお休みということで、寝るって今日は、まあね、ちょっとシフトがいろいろ変わって残業でちょっと眠いということで、ね、しょうがないですね、うん。まあ、昨日、あ、先週ね、うん、その分サンチェスさん盛り上げてくれたと思いますので、うん、2週間ぶりの私が何か盛り上げていけたらなと思います、はい、ということで第131回4月5日のメッセージテーマはこちら、フリー、うん、フリーテーマとなっております。前から MC の〇〇さんに質問があったのですが、聞いてもいいでしょうか。すべてが自由だと逆に何をしていいかわからないですね、などなど、皆さんのテーマトークだけではなくその他のメールやコメントも募集しております。7時15分頃にはスポンサー紹介、今週もお得情報や裏話が満載となっております。7時50分頃のエンディングでもリスナープレゼンターがこの日の投稿の MVP を決めるびっくり賞などなど、最後までお楽しみが満載です。番組へのリクエスト、コメント、感想は abic@fmginowan.com、 全部小文字で avic@fmginowan.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送、そして携帯の方ではリスンラジオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧くださいね。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション ABIC、 片アフ解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りいたします。それでは ABIC ラジオスタートです。
79.7MHz でお送りしております ABIC の ABIC ラジオ。4月5日今週のテーマフリーとなっておりますが、フリー4月に入りました。入ったね。3度目の4月を迎えました、この番組。そっか、2015年10月から始まってますから。あら16、17、18、はい、ということで3年目の春を迎えました、ね。うん、このメンバーで3年目、ね、新年度やばいですね、すごいですね。もう2年半ですよ、だから。そう、要は、いやー嬉しい、うん、こんなに長い期間一緒に仕事するっていうのは、うん、私高校生以来、仕事でもないか、一緒にいるっていうのは、あー、まあまあそうですね、うん、それもなんか同じ距離感で来ましたよね、2年半。そうだね、なんですかね、よくなんかこのプライベートじゃないですけど、うん、こう集まって飲みに行くとか遊びに行くっていう関係でも皆さんね、あの各々仕事してるからバラバラにやってるんで、うん、そういう機会もねあんまりなく、うん、けど別にね仲が悪くなるわけでもなくっていう、この、ね、不思議な、そうそうそう本当に不思議ですよね、うん、ね、それもみんなカラーが違うから、うん、被ってないっていうね、確かにね、まあ、そうそう、ちょっとね3人とも下ネタが好きっていう以外はみんなキャラは被ってないっていうね、まあ、最近思ったのは4人好きになりましたね、下ネタ、ね、一応私もともと大丈夫、まあ、大丈夫、まあ、いや、この3人の下ネタを大丈夫になったら終わりですねあなたは終わりました、もう仕事は来ないです一応大丈夫ではないよ慣れたね、そうそうそう、確かに、ね、慣れた、慣れた、慣れたっていうか、もうなんか3人のキャラを知り尽くして、うん、なんだろう、遠くで見てますよね、第三者というか、ああ楽しんでるよ、とっても楽しいなって思って見てるけど、そうそう、ていうか多分この3人に下ネタで関わったとしても、うん、なんだろう、もう多分怪我もしないし、私のなんだろうこれからに影響することもないっていう感じで絡んでますねもう、あ、この人たち何も私に気が加えないっていうね、あ、そうだね、このね、領域に入っても大丈夫って感じであっという間に2年半経ちましたということになっておりますが、ね、最初から聞いてくださるリスナーさんも多いですけど、ね、ありがたい、最初、そっか、ひとみさんが来たのね、うん、そうだ、うん、AKB ファンさんもね、今あれですけど、うん、他にもね、いてね、途中からもいろいろシグナスさんとかね聞いていただいてる方もね、レギュラー、あ、ギャラリーにもね今日もいらっしゃっておりますが、ということで、今日はねできるだけツイッターメッセージをフリーなので、ちょっとできるだけ読んでみようかなと思います。ということで、まあ早速読みましょうか。そうですね、はい、シュプリムさんありがとうます。ポポー。ひとみんさん、まるまるさん、まるまるさん、こんばんは。ひろきがいないということで、まるまるとまるまるがね、白まるまると黒まるまるでオセロみたいになってますけど、本当ですね、はい、どっちが黒だっていうね、はい、ファンザンテンキチョウさんこんばんはということで、今日も来てくれてますないらっしゃってますね、はい、今日なんかヘルメット新調しました？してないでしょ。してない？本当？あ、なんかもうかっこいいですけど、そんなに新しくするものなのあのシュプリームさんね、あのヒロキさんハシカじゃないですね今沖縄で流行ってます、流行ってますよね大人のハシカってやばかったんでしたっけ？おたふくとかもやばいらしいよね。おたふくか、なんか大人になってなったらやばいやつありますよね、子供の時には大丈夫だけどっていうか、はい、あっちゃんの方みつさんこんばんみーってこと、こんばんは、こんばんみー、あとシュートさんもね、あ、ごめんなさい飛ばした？シュートさんも、あ、すみません今見てますひとみん、ひとみんさん、バナナさん、高見さんこんばんは、こんばんは、シグナさんも高見さん、ひとみんさん、バナナさんこんばんは、シグナさんもギャラリーからありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあもうあれしましょうか、うん、最近どうですか、少しじゃちょっとフリーしますか、うん、最近はどうですか、4月に入って忙しいですかお二人とも。うん、なんかね続々と新しいお話とか、うん、舞台のオファーだったりとかいろいろとね、いただいてますが、オーディションとかもね、そうですね、うん、やっぱり今メディアの方はね、多分バナさんもですけど改編時期とか、うん、新しい番組始まったり終わったりがある時期ですから、うん、ちょっとねバタバタ、うん、まあ、演者のね、あのひとみさんももしかしたらね、うん、こうバタバタしてる時期かも、うんうん、そうそうそう、ね、うちのナンバーももう次の4月か5月で、うん、次の4月九州、あ、今月か、あ、今月、うん、9周年目に突入しますからね。へえ、じゃあもう最初からバナさん立ち会ってるんですか、この番組の。いや、僕らはちょうど半分です。ああ、じゃあ4年、うん、そうそうそう、あ、うん、それまでじゃ あの ABIC じゃない別の制作会社で作ってたってことね、作ってたんですけど、うんうん、まあちょっとちょっとした企画も用意してますので。あら、うん、今後ですか、9周年のね、はいはい、うん、あ、
じゃあこれにもしかしたらひとみさんも出演してまた盛り上げてくれるってことですね、うんうんうん、そうですねなんだそれ、いや分からないですよ、そのプレッシャーいや分からないですよ盛り上げられないよ、だってもし俺これで盛り上げといてひとみさんいなかったらやばいですもんその俺考慮しないといけないからね、はいはい、そうよね、うん、こっちの RBC も結構変わりまして、うん、だいぶね、沖縄本がなく終わったんですよ、そうだよね、9年ぐらいかな、うん、8、9年ぐらいやったんですけど、はい、うん、そうなんです。で今あの4月から、うん、まあ、今週末からですけど、うん、A ランチっていう、うん、タクボスアナウンサーと、うん、あの糸風美希さんが1時間半やりますので、うん、1時間半やるんですよ、すごいね、すごい1時間半気合入ってますよ、うん、RBC は、はい、ラジオも結構変わりまして、はい、まあ、あの結構あの長くが、携わってくれたパーソナリティさんがちょっと移動したりとか、うん、ちょっとはいなったりとか、あの結構番組自体の新しい番組が始まったりとか、はい、ラジオもありますので、はい、ぜひよろしくお願いしますという感じですが、すごい、ね、テレビでもさ結構、うん、あのまあ寂しいお別れも結構あったりしたんですけど、でもなんかこれからまた新しい番組がね、どんどんどういうのがうあの出てくるのかなっていう楽しみもありますよね、うそうですな、いやこれはねやりたく、まあ諸事情ありますから、やりたくてもできない人もいれば、うん、まあやっぱいろいろね自分の状況が加味して、うん、ちょっともう降りたいっていう人もいますから、うん、それはねちょっとわからないですので、うん、はい、ということですけど、じゃあ早速、うん、メール行きましょうかね、そうですね、そうですね、メールメール、はい、今日結構何通来てる今のところ、まあまず読んでみましょうか、はい、じゃあ自分から読みましょうかね、はい、うん、お願いします、はい、下ネタ大盛りになる可能性ということで、ラジオネームほっぺさん、ありがとうます。ポポー。皆さんこんばんは、うん、うちは見ましたよ、はい、個人的にタカさん五六大好きです。タカさん五六、まあいろいろ番組で、うん、まあタカさんは言ってますもんね、いろいろちょっと、うん、まあね、はい、いろいろ、まあ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 、まあ、そうね。さて今週のテーマフリー、はい、前から提案したかったんですけど、ゲストに高橋さんっていかがですか、あれ出ましたよね、あ、実はね、実は一度結構前になるんですけどね、うん、それも自分がいない時なんだよな、だった、そうです、あ、俺がお休みの時に高橋さんが来たんですよ、そうだ、うん、サンチェスさんがすごいぶっ飛んでて高橋さんにめちゃくちゃ突っ込まれてて、うん、そのね、突っ込みが良かったせいか、すごく良かった回でした、うん、バナさんからしたら上司が来ることになるので、もしかしたら変なするかもしれませんが、下ネタ大盛りになりそうだしということで、うん、下ネタ言ってたんでしたっけ、この前のラジオの時は別に言ってないんじゃないですか、言ってました、その時じゃあサンチェスさんがはっちゃけてそれに乗ってくれたんですかね、うん、サンチェスさんの方が結構はじけてたよつうかでもさすがだよね、うん、本当に喋りっぱなしで爪痕を残し、うん、まくっていきましたね、もうね、うん、マジっすか、うん、面白かったです、うん、へえ。じゃあまたぜひね、ね、機会があれば、まあだって番宣があったら来ていただいてね、うん、うちの何番、ね、別にね、それだったら来てくれるんじゃないですか、9周年ということで、うん、まあその時よりはもう少しよくいい感じでおもてなしできるかなぜひぜひ、うん、うちのメンバーで少し5分着ちょっとエンディング、うん、とかでいただけないですかね。ね。ちゃんと顔出ししないようにやりますから。どういうこと？なんかもう、もう何ですか？顔出し声だけ？この、うん、このなんだろう、顔出しとかがあれだったらちょっともう何ですかね、指人形とかで喋るとか。なんでよ、ラジオで見えんで見えんでしょ。あ、テレビ、テレビです。テレビ、あ、テレビ。テレビのその要は顔出しがちょっとギャラとか、うん、あれがいろいろ、そうそうそう、とかちょっと。こっちの仕事に場に職場でバレたらやばいとかだったら、はい、声だけでもうなんかキャラでなんかやりますよ、出たいんだそんなに出たいっていうかちょっとなんかやってみたいじゃないですか、あ、このひとみさんとかみたいに堂々と前に出れるほどのあれがないですね、いや、あの絵力もなけりゃやっぱ女性がいいですからアシスタントは、そうですよ、タカさんを引き立てる人がいいですからね、本当、まあ機会があればいいですね、そうですよ、うん、じゃあ続きまして、うん、読んでいきましょうか、はい、はい、びっくりネーム進撃のめいちゃんさんからありがとうます、ポポー、はい、リクエストがたくさん届いてますね、うん、この中から今日はかけられます、うん、持ってきてます、はいはい、後ほどおかけします、はい、ビック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 リラジオの男軍団と幽霊の真似をしたら世界一の人民、あれなんかそうなの、デジャブだな、これどっかで聞いた気がするんだけど
そうなの？いや幽霊ね、うん、やってましたね確かに、うん、そうね、うん、はい、はい、人みんなみたいな幽霊だったら襲われたいよね。あ、そして高見さんいるよね。先週どうしたの？いやもう収録ですね、4週間収録になってますので、うん、はい、すいません。生放送お疲れ様です。はい、4月からもよろしくお願いします。めいちゃんです。はい、では、今年度最初のテーマフリー、皆さんは最初ではないな今年度ですよ。4月、今年度なんで4月。今年度、あ、うん、先週が年度明けの最初ってことです。先週はまだ3月か。3月失礼しました。頭がどうかしてるの、はい。フリー、皆さんは初めての給料日で何買いましたか？これいい質問ですね。あ、ちなみに私ですが、思い切ってパソコンを購入しました、うん、まあ残念ながら寿命で壊れちゃいましたが。では今日のなんか重大発表、4月超えたのに重大発表、そうよね、ちょっと怖いですが後ほど、録音したのを楽しく聞かせていただきますね。先週のエンディングで言ってましたもんね。そうだ、重大発表がね。まあね、あるかもみたいな、あるかもね、ちょっとあらーですけど、まあ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 、ね、なるほどね。これあれですよ、皆さん、はい、初給料の時、うん、親にあげました？買った、何か買いました？あ、俺は買ったんですよ。なんかね、よく言うよね、買った記憶が、うん、なんか置き時計みたいなの買ってあげたか、買ったか、うん、ご飯を一緒に食べに行ったか、自分の給料で、うん、どっちかをした記憶があります、うん、多分ご飯食べに行ったかな、俺は、うんうんうん、いいねいいね、うん、なんか、うん、母親がね、うん、息子から、うんうん、ご飯一緒に行こうっていうのは嬉しいよ ね、 いいね。ご飯って一番外れないじゃないですか、うん、だって基本的に多分その行く人の、まあ親のだから行きたいとこに行くから、うんうん、そう、ただそう物はね難しいからな、また趣味嗜好がな、うん、一緒に買いに行くっていうのもいい、ね、うん、そうね、あ、でもそっか、母親からするといいよって遠慮してしまうようなものかもしれないね、物となると、そうね、だからちょっとご飯ぐらいがなんか、ね、うん、適度なお金がかかるというか、うん、まあ、初ボーナスかになるのかな、もしかしたら、うん、給料とかボーナスとか、まあ高校生の時からバイトしてたりとかさ、バイト OK なところとかだったら高校生の、ね、初お給料で、うん、母親にとか、なんかそういうのあるかもしれないね、うん、初バイトの時って、うん、なんか買いました？バイトいつ、初めてのバイトいつやりました？いつっていうか何歳の時に何しました？俺上京してたから、うん、あ、うん、時計買って送って、あ、それはもうその、まあ、まあ卒業して、うん、じゃあ一回県外にいたとこ、うん、そうそうそう、私は高校の時だったんだけど、うん、もう当時服飾デザイン科だったから、おうおうおう、生地とか自分で買わないといけないんですよ。そうなの？そうなんです。そうなんだ。だから洋服作るために、うん、その生地代を稼ぐって言って、学校で支給されるでしょ、ね、いや、道具とかはある程度支給って言っても、やっぱりそれはもうね、お金が必要になるから、それ授業の一環として、作るもの、うん、の材料費はやっぱり自分で用意する。大変だね。そうなんだ。そうだからちょっとね、まあ、ほとんどバイトしてる人が多かったんですけど、そのバイト代は それに使ってましたね。どれぐらいだいたいかかるんですか？分かんない。一つ、おふ、まあ、洋服っていうか、いや、まあ、作るっていう予算、一番かかったのウェディングドレス作った時。いや、あれは高いだろう。やばいでしょ。いくらぐらいだ、結局だいたい。覚えてない覚えてない。もう生地がどんなの使ったか覚えてないけど。これは何ですか、卒論みたいな感じですか？もう3年生に上がってで、そうだね、作る人は一応決められてはいるんですけど、募集、応募し、作りたい人応募して、で先生がこの3年間この授業の実績を見て、じゃあこの人にっていう、なんかこの あるわけさ。へえ、レベルに合わせてみたいな感じですか？多分あるんだ。 あとはジャンルとか被らないようにとか、そういう感じで。自分が作りたいの作りたいですよ ね、まあ、ね、あ、でも基本そうだよ、自分が作りたいの、デザインが書いてね、提出するんだけど、うんうん、もう大変だな、デザインの人だってこんなにいっぱいいるんですよ、世の中デザイナーなんて。そうなんだよね、服とかもだってそれ日本だけじゃなくて海外もいますからねあ、でもその中でもね、オリジナリティを出して、沖縄県内でもギノワンとか、うん、オリジナルで店舗出してる方多いですね、うん、いっぱいいます。ああいうのいいな、はい、ということでちょっとね、はい、押しましたが、スポンサー紹介いきますか、はい、すいません、はい、そんな時間ですな、はい、よいしょ、
はい、じゃあスポンサー紹介のコーナーに行きましょうか。はい、はい、まあ今週も引き続きですけど、スタッフの方を募集しております。はい、テレビカメラ、ブライダルカメラ、あと編集等々興味ある方、ABICの、大山店合わせ店までお問い合わせください。うん、うん、であとは内腕の紹介もしましょうかね。はい、今週はですね、まあゆうきちゃんのメインの回なんですけど、うちわんでよくあるなんですけど、ロケに1回行って、うん、測定ものとか、ひとみもあると思うんだけど、はい、あまりにも好記録が出すぎて、うん、後回しに放送がなるっていうなりますね時が時々あるんですよ。はい、うん、だから今週のやつはかなり前のやつぶっちゃけて言うとそんなの全然いいんですね。だから本当季節が違う時ありますからね。季節違うし今週のやつはもう年をまたいで年単位で違ってきてるんで、はい、ありゃ本来ないものが映っております。何それ。なるほど、その時に当時はあったけど、うん、今ないものとかコンビニエンスストア。なるほど、はいはい、今はないコンビニエンスストア心霊現象ですよ。なのでそれをなんとか目立たないようにするっていうのが、はい、今週は難しかったかな。あ、じゃあこれやっぱりお蔵入り的なもの厳しいんですね。要は時事的なものとか、うん、例えば今日何月何日って言っちゃったらダメなんですね、今の時期とか。あ、一応言いますけど、編集でそういうのは切れるんで、あ、うまいこと、うん、うん、とりあえず出しておいて。なるほどね、うん、だからひとみのも結構まだありますよ。そうですよね、眠ってんのが。あれいつなんだろうっていうのがねありますけど、うん、もうね、うん、なるほど、どういう風にこうごまかしてるのかっていうのをどこに神経使ってる。今週もう大変だったんだよ。本当に大変だった。ぜひぜひお楽しみですね。はい、あと全裸でやってます。は、あ、バナさんが全裸で編集したことですか。出演者も全員全裸です。マジっすか、うん、あーそっかそっか。なるほどね、お蔵入りになるわけだそれ。あーなるほど。はい、曲いきましょうかね。はい、楽しみだな。全然理解できてない。どういう意味。あなたは理解しないといけないのよ。あなたは理解しないといけないのよ。どういう意味は。CM 中にも言えないよ。あのついてやってるから。あ、放送後に教えるわ。曲いきましょうか。あ、もう今日はまだ流れてるんだね今。うん、はい、進撃のめいちゃんさんからのリクエストですね。はい、これいい曲なんですよ、スティービーワンダーのオーバージョイド。あ、いつかね、これね、ダワサで取り上げようとしてたんですけど、はい、水の音とかが効果音でリズムで入ってるっていう、とっても鳥の声とかね、はい、ぜひそこに注目して聞いてください。これはでもどうなんですか、この時に打ち合わせっていうか教えてあげるのもなんか酷ですよね。なんで やっぱりもう高さの一声なんですか。今日はもう着ないで、ね、撮ろうかみたいな感じですよね多分ね。そうだね、多分その時ひとみさんいないと思うんですよ、うん、俺もその時聞いたんで、いないっていうか、うん、多分もうじゃああれですか、あけみさん、うん、とフリーでね、ゆうきさんが、うん、っていうね。名前出したらやばいのかな。みんな全裸。そう、へぇ、まあまあまあ、ありますよ、よく AV の撮影とかでも。じゃあ、それ、うちのナンバーはそれじゃないから。うん、いやだから、やってみようかっていう。おかしいでしょ。誰が我慢できずに平常心のまま、その番組行けるかっていう。深夜番組って、もう噛んだし。深夜だったんでしょ、もともと。もともとタモリクラブと同じぐらいに貼ってた。タモリクラブって俺、かぶってる。よろしければ、コインモードでいけば、あと2コイン。あ、そうだ、読まないと。野の中の銀のホタルさん、はい、ありがとうございます。ポポー、こんばんは、はじめまして、コンビニの駐車場かもしれないです、ということで。あ、はじめまして、これ後からがいいじゃん。いや、絶対野の中の銀のホタルとかです。うん、そうです。あ、そうなんだ。コメントですよ。ほんとだ。しぶりもさん、4月14日午前12時から4時に FM ギノワンキャス
のツイキャスかな、キャスで裏特番があるので A ピックメンバーも突してほしいって突撃。午前0時って相当深い時間ですね。今日がいつか10、あ、来週の土曜日、日曜日か、土曜日、あ、土曜日か、土曜日だ。あ、そうなんだ。なんかあるんですね。やってるよね、深夜。なんか山内さんから、うん、あの電話してもらった。あれ、俺、13日特番じゃなかったな。電話出演だったけど、シャワーで。アララガマサイガワさん、久しぶりじゃない？久しぶりです。こんばんは。ありがとうございます。元気ですか？はっちゃんとホミチューさん、娘が発売との給料でお酒を買ってくれましたよ。あ、お酒あるかもね。あ、いいかも。お酒ある。まあ、まあこれは給料日だに限らずですけど、母の日とか父の日とかね、うん、ありますね、うん。私あれだな、高校卒業しての初めてバイトじゃなくて普通に仕事したやつもあれだった。自分のや前家賃とか、あの大阪行くまでための資金にして使ったんだよね。母親にはもうやる余裕がなかった。だって追い出されたんだもん。切ないね、ちょっと。追い出されたんだもん。なんて悲しい情報入れるの。タイゴさん、やっほー、ありがとうございます。ブルガリ三千さん、ギノワン、わし三条やがな、ありがとうございますね。あ、今夜ありがとうございます。サーローお兄さん、おい一言だな。何に恋してる？おい、こいけ。ヒロキに言ってる？おい、ヒロキ。おい、来たろ。あ、違う。来たろ。じゃあ、CM 行きますね。はい、CM の後もまだまだ続きます。おっと、木曜16時からのアツコの知らない世界。アッコかな、アツコだろ。マツコとかけてるのかな。そうでしょ。へぇ、知らない。え、マツコの知らない世界知りません？知ってるけど。あ、なるほど。あの、知らないとか言わないで。やってるから、やってるから。知ってますよ、シュプリームさん。知ってるよ、嘘ついた。これでもし嘘番組やったらもうね、ボコボコですね、こっち。こんばんは、サロニーさん。なんかもう今日いっぱい聞いてくれてるの。嬉しいですね。ありがたい。うん、ツイキャス多いね、今日。そうですよ。あ、今日できるだけ拾うんで、皆さん、あの、見てる方、コメントをぜひ、あの、聞いてますよって言っても全部拾うので、今日は。あの人、全部拾えらなかったら怖いよ。そうね。拾ってくれない人か、いじきるはずよ。あの、曲、まあ、拾うので、まあまあ。うん、頑張ります。はい。あともうすぐ。あ、あと5秒。サウロさん、いろんな言い方してくるけど、こんばんは。ドイツ人物バレてるよ。エビックナンバーワン、イッチェスのエビックナンバーツー、ニーチェス。エビックナンバースリー、サンチェス。3人揃っても1人は1人。エビックのエビックイラジオ。79.7 メガヘルツでお送りしております。エビックのエビックラジオ、 79.7 メガヘルツでお送りしておりますよ。はい、ちょっとあれですけど言わせてください。噛んだんで。噛みそうだったのかな。噛みそうだったね。はい、早かったけど。ということで、今週のテーマフリーとなっておりまして、できるだけツイッターですね。そして、エンディングには渋滞発表があるかもということで、かもですけどね、気になっておりますが、はい、ということで、ちょこちょこまたメール来てますので、メール読みましょうか。はい、ビツクリネームサロニーさんから、はい、ありがとうございます。ぴょぴょ。よい子のみんな、こんばんは。サロニーさんだよ。ルル、また来週。早いね。終わりかい。来い来い。ダメ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 。倍説じゃないから、やめて。まだ終わってないよ。サロニーさん、巻きで終わったよ。30分ぐらい。はい、いや、バナーさん、こういうの綺麗にするんだったらちゃんと BGM 戻してくださいよ。はい、すまんすまん。はい、続きまして。ないんかい。終わったんだよ、サオリーさん、これだけ。びっくりして、もう下見たらないけど。本当にないから。ほら、本当だ、ない。今日はツイキャスメインに、ね、なるほどね、来るのかな。はい、ありがとうございました。一応、終わってからこんばんはってやめてよ。あ、アッチーさん、こんばんは、腹減ったということで、うん、あ、いいですね。お腹すく時間ですな。なんか、うん、
結構ね、4人でご飯食べに行ってますけどね、うんうん、あ、そうですね、また美味しいもの食べたいんですね、行きたいね、うん、ほんと、うん、シュートさん、ひとみんさん、バナさん、高見さん、今年エイプリルフールに嘘ついたことありますかってことで、はいはい、あ、うん、ありますよ、つきました、うん、嘘やりました、初、4月に入って初嘘つき、やったかな、やった、やってますね、うん、まあ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 、私一番最初にやった、うん、やったのが、そうなんだ、うん、月がとっても綺麗だったんですよ、うんうん、3月1日、うん、3月1日、あ、間違えた、3月31日、うん、はい、で、その1日にかけてがすごい綺麗で、うん、はい、まあ、そのことつぶやいたんですけど、はい、まあ、こんなね、綺麗な月が綺麗な日には嘘なんてつけないよなとつぶやいたんですけど、はい、その後がっつり嘘つきました。ええ、だからその嘘をつく前に嘘をついたんですよ、実は。ああ、そうそうそう、でもこれ誰にも気づかれてない、嘘つかないっていう、難しいけどね高度だね、難しいけどね、なかなか、でもその後についた嘘が結構信じてしまった人が多くて、うん、そう、脚本家の、うん、あの山田光さんっていう方が、はいはいはい、あの昨日ね、うん、稽古の後に実はって言われて、俺あの投稿見て泣いたんだよって言われて、うん、なんだ、ちょっと詩人的な感じだもんね、撮り方によると。そうそうそう、あ、まあ、いつも嘘つく方なので、あ、嘘だと思うんですけどね。なるほどな、エイプリルフール終わってますよって言ったんですけど、うん、でも突き通すので、うん、まあ、どこからどこまでが本当か、リアルに本当にちょっとキュンってきたっていうか、ちょっと考えさせられたんじゃないの、ね、うん、結構、うん、考えてたみたいですね、すいません。俺もなんかな、こう企業がやるもう嘘とかあるじゃないですか、海外の。あ、結構あの高度だよね、高度なんだけどさ、なんだろう、やっぱりエイプリルフールって広まりすぎましたよね、うん、そうだね、4月1日に嘘をつく日って分かってるから、うん、もうなんか、うん、もう批判になるのかな、うん、芸能人とかのしょうもない嘘あるじゃないですか、何何って言っても別にあげることでもないぐらいの、うん、ほんとしょうもないやつあるじゃないですか、うん、はい、いやでも分かるんですよ、エイプリルフールだからっていう目で見るんだけど、見るんですけど、うん、はぁ、しょうもないなってもうなんかもう、うん、いやいいんですよこれ、ファンの方からすると、はい、それがいいじゃないですか、あ、なるほど、その日に 嘘ついてて、うん、もう信じちゃったじゃないですかってやり取りがもう、うん、はぁって見るのじゃん、見るなじゃん関係ねえんだよおめえ、そうだよね、そうそうなのよね、でも見えちゃうんだよね、うん、SNS はどうしても、いや日本って平和だなって思いません？日本だけじゃないでしょ、じゃあ企業のやつは、うん、分かります、うん、もうお金のかかってるとか、このクオリティもすごいから、そうだね、吉野家とかそうだったさ、すげえなー、しかも謝罪とかも超丁寧だったりしたらしいし、バーガーキングとかも、うん、分かります、あのケーキのハンバーガー出しましたみたいな、焼いたっていう感じ出したんですけど、あれはちゃんとしたショコラっていうかの、うん、あのショコラのちゃんとこの網目がつくようなそういうケーキのバーガー出しますよみたいな、なんか大掛かりのやつなんですよ、それをなんか焼いてる風に実は焼いてるんじゃなくてみたいな感じでちゃんと出してるんですけど、そういうの見るとこれはすげえなってなって、確かに確かに面白み、ユーモアがある、そうそうそうね、ユーモアありますよ芸能人の方々、これからもやってください、結婚しましたとかでしょ、結婚しましたはほんとしょうもないよね待って待って待って、あの身近にメール送ってくる人に毎年交際しましたってやる人がいるからこれは例の方ですな、これは誰だろう、やめよやめよやめよ毎年じゃあ毎年は俺言っても OK 毎年は良くないですか、はいはいはい、毎年こといいじゃないですか、うん、なんだろう、この恒例のいいじゃないですか、うん、もうそれは逆に言うと、うん、ないと寂しくないですか、定番のね、でもそれはない時は、うん、多分本当にできたのかなと思いますね、ああ思うかも、確かになんか、あ、この人まだいないんだなっていう安心感が1年ごとになりませんでも中にはさ、もう飽きたって書いてる人いましたよ、いたいたいや、あれ面白かったけどね飽きたっていうのを見たとき、見るその人の哀愁、うん、俺はすごいわかりますよ俺だってやめたい、止めたいよってそうだね、けどいないんだよ、ごめん、いたらごめんなさいねでもでももう一歩な感じしますけど、いやいや、もう誰のことこれをさっぱりわからないし、知ったらやだね知らない方が幸せかもしれないね、知ってなんか大物だった時の気まずさがあるからねはい、うん、じゃ続きましていきましょうか、はい、びっくりネームがないですね、これは、うん、どこだろう、
読んでみましょうか。どうぞどうぞ。はい、七種のコンベイでとりあえず、うん、ありがとうますポッポッポッポ。言い方、いやこれもうあれでしょ、うん、ビンゴさんでしょ。ビンゴさんだろうね。ほんとだ、ビンゴさんですね。ビンゴさんっぽいよ。もうこれはビンゴさん。俺のイメージビンゴさんっぽいけど。じゃあ高見がね、うん、これは読むやつだ、うん、はい、ガネコじゃない方の皆の衆。これね、FM 沖縄じゃなくて、はい、FM 沖縄じゃない、ギノワンのもう一個のギノワンのことは言わなくていいのよ。今晩新年度一個も勝ってないからね。今週改編期を迎えましたが、この番組は怪我もなく無事に新年度を迎えましたね。そうですね。でも最近この枠ダブルで欠席が目立ちますけどね。あ、はい、あ、すいません、もう本当に。今年は内田中継関係の改編が目立ちますが、アフターシックスジャンクションでいいのかな、は非ナイターリスナー層の一部からは好評だそうですが、これね、もし別の技能案だったら怒るからね、うん、地方の人からの意見が気になります、うん、60かな、60かな、60も全国フルネットだったら全く違う番組になりそうですからね。そういえば別の番組でひとみんのことを最近知ってくださった方がいるみたいで、自身の番組に出演してほしいと言ってましたよ。なんだろう、この後なぜかひふみんのモノマネをしてましたけどね。ひふみんのモノマネでやる人いるの？ね、加藤ひふみさんのことよね。だろうな。ひふみんのモノマネはね、番組で本当にちょびっとしかやったことないですけど、見てたってことなのかな。そういうことかな。彼らにはこの番組に来てもらいましょうね。それではバイセッツ。これどれが嘘なのか本当なのかわからないですね。なんだろう、うん、相変わらず反応難しいよ。いやでもやっぱこれ高見が読むべきだなと思った。上手。ビンゴさんのね、ちょくちょく突っ込みつつメール読むのは私先週読んだけど難しかった。じゃあ本当に、うん、せめてどこの曲のどこの番組って言ってもらっていいですか。失礼なのよ、他番組に。こっちも本当それも知らない番組の 略した番組名とか言われた日にはもう、うん、意味がわからない。読み逃しづらいよね。確かに、うん、ああ面白い、うん、いやもうありがとうございました。いやいやもう、うん、どの番組なんですかね、うん、私を知ってくださった。いや沖縄だったらいっぱいいるじゃないですか。それはもうテレビでも出てください、舞台見てくださった方とかいるかもしれないですよ。嬉しい、いっぱいね。ありがとうございます、うん、ちょっとコメントまた拾いましょうか。はい、大吾さん、初給料で親父に焼酎、母親に缶チューハイ500の12本買ったことがあったなってことで、お酒が好きなんだね。だろうね、お酒がね、晩酌とかね、うんうんうん、夫婦で、する家庭もあるんでしょうね、うんうん、いいね、こういうの。家で晩酌します？します？たまにね。たまに。本当に自分もしてないですね、うん、やるとしてもちびっとしか。そうだ、ね、梅酒とか、うん、なんかね、ウイスキーとか。なんでですかね、俺本当にここだけ、なんかここがちょっと大人に慣れてないのかなっていう、この晩酌の楽しみを知らないというか、一人で飲むのが何が楽しいのか俺全く分からないですよ。一人で飲む楽しさって何ですか。一人で飲むんですよ、晩酌ってことは、うん、だって一人で勝手に酔って、うん、でも分からないですよ。いやベロンベロンには酔わないけど、ちょっとつまみ買ってちょこっとね。そうだね。いや自分もありますよ。なんかジュースとかじゃなくて、分かります、少しアルコールを入れたい時があって、うん、次の日休みだけど、うん、まあちょっと要は夜遅くて飲みにも行けないとか、要は、うん、だったらもう一人疲れてるし、うん、じゃあ家でちょっと飲もうとかね、うん、そういうのはありますけど、うん、そっか。でもなんか、ね、行きつけのとことかないですもん、俺。お酒のそのバーとか。あー確かに、なんか行きつけかっこいいなと思いますね。行きつけ、なんか家の行きつけのとこしょっちゅう行くんだよとか、うん、なんかそうだね。お酒いろんな場所知ってる人俺かっこいいと思うんですけど、うん、確かに一人でね、うん、バーに行ったりとかっていうのは、うん、やったことないな。そう、ね、居酒屋だったらありますよ、カウンターに、うん、あ、女性って一人で行けます？ラーメンとか。ひとみんは全然ラーメンとか焼肉とか行けます？行ける行ける。へぇ、遭遇したらどうす、相席していいですか？いや別に全然いいんかい。全然いい全然いい。そう、一人の時って誰か知り合いになった時のな、対応がさえめんどくさければな。めんどくさいんだ。めんどくさいっていうか、なんか気使いません？あ、そう、普通に。じゃあ、うん、座るけどね。座る？座るってか一人で、要は一人で、じゃあひとみんさんが焼肉してました、うん、でこっちがちょっと知り合いと入っていって、うん、俺ひとみん見かけたら、うん、あちょっと、あ、ひとみん、あの俺遠くで、うん、あれひとみんいたけど話しかけない方がいいかなこれ思います。そんなそんな俺マジでそんなのオーラ出してじゃあオーラっていうか、これをなんか
一人で食べに行ってるってことはやっぱ一人で食べたいっていうか一人でやっぱ楽しみたいって来てるんじゃないのかなってっていう思いがあって、そうそう、ね、いや全然あの逆に、うん、一緒に食べよう、そうね、フランクにあの誘える人がいるんだったら一緒に行くけど、うん、別にそこそんな気使わないで一緒に入れる人がいれば全然、うん、そうなの、じゃあ逆にこっちの大勢のところに呼んでいいってこと、大勢とかでもし行ったら全然全然、へえ、じゃあ帰るねある程度ね楽しんで、じゃあ帰るねっていうのも全然、お金払ってお金払ってよ、あ払うよもちろんさそうそうもちろんさそうでしょ、あでも払わなくてもね割れなければいいそっかそっかそうよねでもやってみたい、そういうの一回も遭遇したことない今のところ俺お酒のバーとかで、うん、要は一人で行って、うん、バーの店主とかそのあのまた新しく観光客とか、要は何かの流れでちょっと横の人喋って仲良くなって連絡先交換とかできる人いるじゃないですか、普通に何の音だろういつも、ね、さっきからあすみません、うん、携帯がこれが入ってますよ音に、あのそれがすごいなできる人って思うんですよ、うん、確かにね、ね、高見できそうだけどね意外と、いや素はねデブ症なんです、デブ症というかあのダメなんでしょうね、年めんどくさいですねこの間のね、親睦会で帰りに行ってましたね、うん、俺やっぱ社交性ないやつなんだろう、このそう、あそう、その話してないよね、したちょっとだけ、あしてないね、してないですね、うん、そうですよ、はい、いろんな人やっぱ来てて楽しかった、ね、楽しかったですね、うん、最近から、なんだっけな、太鼓さんじゃなくて、うん、ほら歌がうまかった、うん、あの女の子イケメンな、ああスカイじゃなくて、あれわかります、チカチカさんだ、そうそう、うん、もう良かったです ね、 すごいね、うん、そうですね、あとひとみんとエコザイルさんの三振 の、 あの歌も良かったですねそこ触れる、あの、ま、巻き添いになりましたそうです、そうですそうそうそうエコザイルさんすいませんあとね、すんごい逸材を見つけましたよ、何ね、チャンレナさんっていう、ああなんかあのピロートークが大丈夫、そうそうそう、ピロートークができるっていう、いつかゲストに呼ぼうと思って一応載せるってことは、うん、本当にハードル上がってますよ、うん、大丈夫ですかって話です、だってこの名刺にピロートーク、うん、そう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 、なんでピロートーカー、ピロートーカー、トーカーすごくないですか、役職名、ね、ピロートーカー、どこまでやるんだろうね、うん、女性の、うん、女性同士で話すピロートークってどんな話するか興味ありません、うん、男からすると、うん、多分男って、うん、多分単純だから、うん、アホな話してますよね、男同士、浅くどうでもいい話をすっごいしてるんですよ、うん、本当に多分女性がテレビドラマとかで見るようなことをしてるんですよ、うん、なんかこうあるじゃないですか、うん、あこの雑誌でこの可愛い子だったらどれみたいなぐらいの単純な感じなんですよそうそう確かにそう、あんまディープな話しないですよね、面白くないから女性はなんかディープなあれしますよね、うん、ディープですね、確かにどんどんなんか専門的な話になったりとかする、うん、専門的ちょっとうん、なるほど、生物学的な、俺らだんまりしていいですかその時だけね、なんか静かに聞きたいですなるかもしれないな、確かに興味あるね、あうん、面白そうだ、あんまり遭遇したことないけどね、うん、あのそういう女性同士の下ネタの会話の中で、うん、多分、うん、なんでしないかっていうと、やっぱりこのやった後に得しないんでしょうね、あ、うん、聞いてる人もやった自分も話した自分もどうなんだろう、わかんない、うん、だってほら普通に CM 番組だったら、うん、芸人男の芸人さんって普通に喋って笑いにするじゃないですか、うんうんうん、そんな感じにならないんじゃないですか、女性同士で、女性だけでこうなったら多分ね、愚痴とか、まあ、言ってすっきりするとは思う、なんか共有するというか、もうそれが違います、男愚痴じゃないですもんね、うん、男同士の、うん、そうですよね、そういう話ね、だから私はそれができないタイプだから、うん、合わないんだよ、あのその共有するとか、うん、愚痴を言い合うとかっていうのが、なんかそうどっちかというと男性より、なるほどなるほど、アホな話、まあ私は喋るよりも聞いてる方なんだけど、うんうんうん、なるほどね、そっかそっか、だからそうだね、リアルなそのね女性の下ネタっていうのはまだ経験がない、いや意外だな、しそうですよね、しそうっていうかこういう話とかのなんかありそう、話聞く側でもあるし、なんかね、付き合ってる人の夜の生活の悩みとか聞いたことありますよ、あー男ない、うん、あります、そういう話あるかもしれないけど、そこまでね真面目に真剣に話さないですよね、うん、うんうん、
悩みっていうか、それこそ言わないですよね、うん、本当の悩みこそ言わないですよね、男は。だって言ったらかっこ悪いんじゃないけど、ダサいっていう、要は知られたくない方になるから、ね、女の人は知ってもらって解消したいってことでしょ、うん、そう、やっぱ誰にも言えないことだから、うん、友達にしか話せないってことってあるじゃないですか、うん、なんかもう本当にあの異性として見れないとか、好きなのにとか、うん、そういう話をしたりします、ね、ちょっとマティーニ、ここでサンチェスさん出てきた、うん、このちょっとマティーニは、はい、ただ押しただけ。あ、そうなの、はい、何の意味もないんかい、はい、じゃあコメント読みましょうか。はい、あ、シュプリームさん、今気づいたけど今日は F 向きのアドレスに送っちゃったって来てます。あら、そうなんですね。改めて、改めてエビックにもくれます。あ、来てます、うん、来てました、呼んでください。あ、本当だ、来てる来てる、うん、じゃあ呼んでいきましょうかね、はい、はい、はい、びっくりネームシュプリームさんからありがとうございます。ぴょぴょ。断捨離バブルのひとみん、ひろきさん、たかみさん、ばな、うん、さん、こんばんは。びっくりネーム、みおーざきやまです。違うね。危ない危ない、読み間違えるとこだったよ。違うね。みおーやまざきの、あの、なんか読み違いだね、うん、まだ4月まだ4月になったばかりだというのに、うん、東京の桜は僕の頭皮のように花びらが散り、あ、花咲いてたんだ。また、まだ昨日は、平年より、約3週間早く、うん、あ、そうそうそう、何何、夏日、夏日、あ、ごめん、画面がね、うん、記録したかと思えば一気に30度近くまで気温が上がり、バナさんの親父ギャグか、ひろきさんのファッションぐらいわけがわかりません。わかりませんね、じゃあ。あ、いいとこついてる、シュープリームさん。うん、さて、本題、本日のお題はプリンですか。あ、いいですね。違いますけど。プリンといえば、はい、高橋翔子ちゃんのプリンは最高ですよね。いや、うん、わかる。何、え、作るプリンってことですか。いいです、もう、はい、はい、で、僕は女性の特定の部位が好きというフェチではないのですが、うん、高翔のムーネーは特別で、うん、好きすぎて、うん、よく夢に出てくるんですよね。これ読んでいいの、ひとみんが。大丈夫、今のところちょっと。まだ大丈夫だと思います。なんか、うん、この夢がデジャブのように予知夢であったらどれだけハッピーか、うん、そりゃそうよ。そんな奇跡は起こるはずがないので、うん、想像力を限界まで働かせて、うん、夢を高翔だと脳に言い聞かせています。やめましょうね。やめましょうか。絶対これね、お嫁さんに聞かせちゃいけない。本当にダメです。やだ、こんな。スタジオの皆さんは異性を好きになる場合、うん、どんなところに惹かれますか。例えばさっきの高翔だったら、この流れに、この質問するための流れが高翔出す必要だった。まあ、あるか、あ、やるけど、うんうん、また異性に対するフェチはありますか。ではでは、うん、今夜もゆたしくウニゲーサビラ。プリンはどこ行った。本当に。一応好きなものは伝えたかったんじゃない。あー、なるほどな。あ、異性を好きになる場合どんなところに惹かれますか。あー、どうだろう。いいね、恋バナー。しっかりしてると。そう、しっかりしてると好き。しっかりというか、まあね、ちゃんとしてる人。うん、うん、ちゃんとしてるってどういうところがですか。なんだろう、自分がちゃんとしてないからちゃんとしてる人がいい。そうなんだ。って思う。でもほら、ちゃんとしてるっていろいろあるさ、頭がいいとか、うん、あの、私生活がちゃんとしてるとか、なんかいろいろあるじゃん。まあ、最低限常識があればいいです。そうね、うん、普通が一番いいんですけど、うん、じゃあもう一般の方っていうことになります、ね、うん、なんか、うん、ちょっと、勤めてるというか、うん、ちょっと天然じゃなければいいかな。なんか私に当てつけしてる。天然なんですか。天然って言われる最近。そうなの。いや、ムカつくぐらい言われる。あ、でも天然はいいのかな。いや、何話変えて。いや、俺は言いたいのは、あの、養殖天然が嫌なの。養殖天然が。あー、なるほど。後付けの、後付けというかキャラ付け、キャラ付けのね。この話は十何分じゃ収まらないんで、このネタをしたいね、いつか。確かにね。うん、あ、でも瞳は何に惹かれるんです、逆に。はぁ、なんだろう、惹かれる。確実に年齢にがを重ねるにつれて変わりますよね、うん、本当に。変わった。絶対高校の時見た目でしたよね。あ、見た目っていうか、わかります。そうなんだ。やっぱり可愛い、まず可愛いっていうか、まず自分の好み、うん、で、なおかつ要はそこから性格がいいかとか、うん、こう、うんうん、が後ろにこう紐づくじゃないけど、うんうん、第一印象やっぱりなってますけど、
タイプかどうかみたいな感じ。最初だから自分が好きな人になるってやっぱりそうじゃないですか。自分が好きな、はいはい、可愛いなとか思った人とかじゃないですかね、やっぱりね、うん、高校とか中学とか。へあと俺はウェディングドレス作れる人いいね。なんなの、なんなの意味わからん。いや、お金かかるから作る人いたらいいな。ダメ、うるさタイプって言われたらわかんないね。あ、これはもう48分にやるテーマじゃないの。そうですね、そうだね。また次回このテーマやってみよう。高橋翔子だったら5分ぐらいで終わりそうだけど全然わからないよね、うん、ちょっと読みますか。はい、読んでいきましょうかね。大吾さん、はい、天然ちょっと混じってる方がいいって。そうそう、これは間違いない、うん、お堅い人よりは天然がいいですよ、うん、あ、じゃあしっかりしててちょっとたまにボンミスするみたいな。なるほど、うわ贅沢いやでも正直ボンミスなんてみんなするから、普通の人も。なんだろう、うん、まあでも笑うツボがちょっとかいいんじゃないですか。あ、それはわかる、ね、確かにそうだね、うん、自分が冗談言って、うん、もう薬とも笑ってくれないとき借りたいですもんね、もう今日オープニングで迎えたときから下ろしたいとなりますもん早く終わらん、うん、ちょっと一旦盛りたいもんね、確かにね、うん、あ、今なんかアッチーさんから、うん、やっぱり相性じゃない、一緒にいて心地よい人とか、うん、あ、無言を、うん、そうだな、耐えられるっていうか、なんていうか、うん、全然大丈夫な人って、ね、これに関しては、うん、要は居心地、要は無言でいられるって、うん、これって時間じゃないですか。付き合ってたらそうなるでしょ。意外といる、うん、いた。それは長くいるっていうのはもうどっちか我慢しますもんね、確実に。合わない方が合わせてるんじゃないですか。要はいても要は気を使うっていうか、ずっとなんか、うん、もう、うん、素を見せる、要は一緒にいても素を出せないで一緒にいるって、もういや全然なんかそんなんじゃない、多分そこまでじゃないですか。もう本当に空気みたい、空気感みたいな人いるよ。そうそうそう、なんか考えてることがなんか似てるんだよね、うん、だから、あ、こう思ってた、そう、こう思ってたっていうのを同じこと言ってきたりとかしたりするときは感動するあ、それは、うん、じゃあそれ、そう、自分と同じ感覚の人と、うん、あ、自分と違う、要は意見っていうか価値観持ってるんだな、あ、こういう角度の意見も言ってくれるんだっていう人だったらどっちがいいですか。やっぱりずっと空気が合う人がいいですか。あ、まあ空気が合った上で、あのやっぱ意見の違いっていうのはあるさ。そこを あのやっぱ空気が似てるがベースであって、意見の違いが受け入れられるなと思ったりする。あ、好みがベースで、元が一緒だからちょっと違う意見も、そう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 、共有というか許し合って、なんかほら、あの成長できるじゃん、うんうん、それはいいなと思ってるけど。あ、サロニーさんおい、何時だと思ってるんだ、早く帰ってきなさい。ヒロキは帰ってこないよ今日は、うん、ヒロキのことかな、うん、はい、じゃあ CM、はい、行きますか。重大発表あるかな。はい、79.7 メガルヘルどうしたどうした79.7 メガヘルツでお送りしてきました、うん、F ミギノワンからお送りしているエイビックのエイビックラジオ、エンディングの時間が来てしまいました。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。この番組はテレビこの番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで、困るのきく映像プロダクション、有限会社エイビック、固く解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました、はい、さあ今週印象に残ったリスナーさんに送るびっくり賞の発表です、はい、
私決めていいですか。はい、うん、もちろん。はい、今週のびっくり賞はおーい、ドルじゃん、サオロ兄さんです。おめでとう。サオロさんいっぱいまあ今日は多かった、特にまあそうね、今日は多いでしたね、うん、今日面白かった、うん、メール一段と、うんうん、また来週でした、連絡先また送ってください。はい、あ、載ってなかったかな、載ってないか、うん、載ってなかった、特製 A びっくりラジオ、うん、特製のシールをね、シールをお送りしますので、うん、はい、その驚きは何だろうね、はい、ええって言ってるけど、サウロさん、はい、今週の視聴者プレゼント、ビデオダビングのエイビックからエイビック商品券1000円分を3名様にお送りいたします、うん、プレゼント希望の方はエイビックアットマーク FMギノワン.com、 AVIC アットマーク FMギノワン.com にお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください。そして次回のテーマの時間です。読んでみましょう。やっぱりラッパリさん、こんばんは。あれ、今日は電話出演です。あ、そっか、そうなんだだからラッパリ、ギョギョギョ、え、さかなくん、どうした、ウサギからひとみ、はい、久しぶり。え、久しぶりだね。こんにちは。こんばんはだよ大丈夫そういえば来週のテーマ決まったんだって。そうだね、決まったよ。あ、来週のテーマ教えて。え、あ、そっちが言うんじゃないんだ。さっきメール送ったよ待って待って、それが重大発表なんですよ。は違うか、何の無茶ぶりだよということで今週のテーマは違うよ、はい、来週のテーマは、はい、ウェイガー。はい、ウェンディ、ウェイガーですということで、映画にまつわるメッセージお待ちしております映画ですね、映画です、いいですね、最近見た映画、自分が一番好きな映画、何でも見たい映画とかですよ、うん、ということで、願います。バイバイはい、ということで、うん、お電話出演ということで、はい、ということで、ちょっと時間がないので、はい、じゃあ、バナさんから、うん、今日重大発表ということで、先週振ったのですが、はい、お願いします、はい、実はですね、エイビックのエイビックラジオ、うん、来週から全裸でお送りします。お蔵入りですみんな全裸、はい、はい、ということでネタバラシでお願いします、はい、え、うっそよね、はい、ということでさっきの、うん、エイビック、あのうちのナンバーワンの全裸のやつも全部ないです、うん、はい、あ、そうなの、そういうことを、そういうこと、そんなわけないじゃん、アホでしょ、身内騙すってそんなわけないじゃん。あの打ち合わせで一応ねしたんですけどね、一個嘘ついてっていうのを、ただその時の空気をさせていただけたら一番、あ、ごめんごめん、ただ分からないよねっていう、俺はね、分か、なぜか分かってしまった。すっげークオリティスプリムさん、お送りしたのはパナとヒトミント高見でした。バイバイ、それではまた来週お会いしましょう。バイセッツ。ありがとうございました。あ、と俺すぐ気づきましたよ。あ、そうだったんだ、うん、いやもう今日なしにするっていう話だから。あ、そうなんだけど、このバナさん、あ、なるほど、バナさんやってくれたなって思いました。よかったですよ、それは言いましょう。身内騙すって、あ、もう早いすぐツイキャス終わった。いや、後ろから開いたんだよ。失礼します。サーロニーさんが僕も全裸になるって。いや、あなた関係ないからね。みんな全裸、リスナーさんも全裸で、いいね、いいね、全裸待機全裸の会